サッカーを愛する全ての人にエールを送り、岩手のサッカーシーンを熱く盛り上げる、キックオフ岩手。こんにちは。さあ始まりましたキックオフ岩手、今日はですね、いつものスタジオを飛び出しまして北上市にあるアメリカンワールドから生中継でございます。よろしくお願いします。会場すごいたくさんの方に来ていただいておりまして、ざっと見るだけで6万人ということでございますんで、ありがとうございます。アリーナ中満席でございます。嬉しいんですけれども、はいはいはい、そんな嬉しい中ですね、もう一つ嬉しい話題早速お伝えしたいんですけども、お願いします。AFC U23 アジアカップで23歳以下の日本代表が優勝しました。やりました。おめでとうございます。昨晩遅くというか今日未明というか、はい、この試合だったんですけども、はい、手に汗握る展開で、いやすごかったですね。最後の最後までということで、のアディショナルタイムにゴールが決まったというこのシーンですね。これね、はい、ダイレクトでポンポンとつながって最後ゴールがねじ込まれるという、素晴らしい、いやー感動しましたね。何回見ても鳥肌が立ちますけども、しかもこの代表には、はい、一昨年グルージャに在籍していた野沢大使ブランドン選手も選ばれてまして、出場してましたから、そうですね、我々も関連深いというか、確かに2倍嬉しいですよね。我々がピッチに立っててもおかしくないぐらいのことですよね。そうですね、それはないそれはないですから、ね、いや嬉しいですね。本当に嬉しい話題でしたけども、はい、そんな中ですね、次はですね、この日本代表はですね、この後オリンピックに行くわけですね。7月24日に大会がありまして、はい、D 組のパラグアイ、マリ、イスラエルと対戦しますので、どのチームも強豪ですから、ぜひ勝ってほしいですね、うん、いやいや D 組に入ってよかったんです。もう一個の方やったらもっと強豪がおったんでね、よかったなと思います。はい、ぜひ皆さん注目してください。さて続いてはグルージャの試合をハイライトで振り返ります。アウェーで行われた福島ユナイテッド FC との東北ダービー、メンバーはオタボーに代わりルーキーの小松、サコに代わり斉藤が先発出場、今シーズン3勝目を狙います。しかし試合は一方的な展開に。前半16分、福島の塩浜にミドルシュートを決められ先制点を奪われます。20分にはペナルティーエリアでパスを回され2失点目。そのわずか1分後、またも塩浜に決められ突き放されます。さらに1点を追加され迎えた37分、中盤でボールを奪われると、塩浜にこの試合ハットトリックとなるゴールを許すなど、前半だけでまさかの6失点。後半も福島の勢いに押され、終わってみれば J3 ワースト記録となる0対9の大敗となりました。そして昨日ホームで行われたツエーゲン金沢との一戦、スターティングメンバーは福島戦から6人を入れ替えて臨みます。試合序盤はグルージャペース。前半8分、加賀美がファーストシュートを放ちますが、わずかに枠の外。28分にはペナルティーエリア内で松原の左足、これはポストに阻まれます。チャンスをものにできずスコアレスで迎えた後半23分、クロスを合わせられ失点。4試合連続で先制を許すと、25分にはパスミスからボールを奪われ、立て続けとなる2失点目。リーグ戦連敗のグルージャは JFL 降格の可能性がある19位に後退です、うん、難しい試合でしたね。そうですね、やっぱこう流れみたいなのが今ちょっと来てないのかなというところですけど、やっぱメンタルもね、ありますし、でも切り替えてやるしかないって、選手の皆さん一生懸命やっておられますから、はい、まあ応援するしかないというところですよね。そうですね、はい、ここからの巻き返し期待しましょう。お知らせの後は未来のジェジェジェ出張編、豪華な参加賞もありますよ。未来のジェ
JJJ 出張編よ。さあさあ刈谷さん、説明をお願いします。はい、番組で子どもたちに挑戦してもらっているキックボーリングを皆さんにこの場で挑戦していただきます。はい、ルールは簡単で、こちらにある10本のボーリングのピンをボールを蹴って、うん、倒してください、はい、その時に倒れたピンの本数がポイントとなります。はい、じゃあちょっと分かりやすいように木村さん一度やってみましょう。はい、分かりました。じゃあこれを蹴って、はい、念願の挑戦ですね。はい、以前からやりたいというふうに言ってましたが、はい、では私が笛を吹いたらスタートをしてください。はい、行きますよ。木村拓宏48歳の挑戦です。狙っていきます。よーい、結果はどうだ。ゆっくりめに蹴り出して、外れてった。木村さんどうしたんですか。悪い例です。あのですね、ああならないように皆さんは結構強めに蹴っていただけた方がいいかもしれないです。慎重にコントロールするのも大事なんですが、はい、勢いが何より大切というゲームになりますので頑張ってください。はいはい、で皆さんには1人2球ずつ、そして3人1組で合計ポイントを得点とさせていただきます。そうか、競うわけじゃなくてチームとして頑張っていただきます。そうなんです。わかりました。さらには参加していただいた方にはこちらお隣サーティワンで使えるギフト券、はい、もうこのままね買って食べて帰れるということで、アイスクリーム食べれるじゃないですか。はい、こちら皆さんにプレゼントさせていただきます。はい、さらにスペア、ストライクを達成した方にはグルージャのホーム戦のチケットをプレゼントさせていただきます。ダブルで豪華ですね。はい、というわけで皆さんに参加していただきたいと思います。はい、それでは早速参加したいよっていう方は挙手お願いします。あ、さあいっぱい、すごいいっぱい。あ、じゃあ皆さんありがとうございます。ピンクのそこの服着てる女の子、はいはい、あとじゃあイタリア代表、おうおう、あとじゃあもう一人、ああ黒の T シャツ着た3人、じゃあ前にお願いします。よしよし、じゃあ前に行きましょう。ありがとうね、参加してね。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さんにはこちらに並んでもらって、はい、一人ずつお名前を教えてください。はい、伊藤ルカです。伊藤ルカちゃん、ありがとうございます。はい、お名前なんですか。吉田さとしです。さとしくん。佐藤ルカです。佐藤ルカくん、ありがとうございます。ではこの中でサッカーやったことあるよっていう方、うん、おお、ルカくん、ルカくんは、お二人がサッカー経験者。ルカちゃんはやったことない。初めてですね。全然大丈夫よ。全然大丈夫。サッカー好きになってとても簡単なゲームですので、みんな頑張ってもらいたいと思います。はい、じゃあまずはルカちゃんから挑戦してもらいたいと思います。じゃあルカちゃん、真ん中のボールの前に立ってください。はい、じゃあお姉さんがピーって笛吹いたらこのボールをあそこに向かって蹴ってください。Okay？ 木村さんみたいに勢いよく蹴らないとダメだよ。木村さんみたいになっちゃうので。ごめんなさい。はい、では思いっきりですよ。ではルカちゃん1球目です。よーい。お、勢いよくいった。勢い良かったけどね。ちょっと外れてしまいましたが、それでもルカちゃん勢いはかなりいい感じです。もう1回蹴れるからね。はい、はい。ちょっと待ってね。はい、さあいいですよ。ではルカちゃん2球目です。はい、いきますよ。よーい、うまい。素晴らしい。すごい。サッカー未経験とは思えない。7本のピンを倒しました。1人目ルカちゃんのポイント7本です。おめでとう。素晴らしい。おめでとうございます。さあ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 、次の2人はどうなるんでしょうか。この後残る2人の挑戦です。CM 行くんだね。そうですね。そっか。さあさあさあ、アメリカンワールドから生中継、公開生放送でございます。 JJJ 出場者3人揃ってくれてます。はい、さあ2人目の挑戦でございますね。はい、2人目はサトシ君の挑戦です。ここまで7ポイントといい調子できていますからね。頑張っていただきたい。頑張れ。では笛を鳴いたら、笛を鳴ったらスタートです。はい、よーい、いけ、頑張れ。おー、うわグッジョブ。倒れたピンの数は7本だから3本。3本。よーし、いい感じよ。1球目3ポイントです。さあ続いては2球目の挑戦です。 OK、 待てよ、笛どうぞ。それではいきますよ。よーい、狙え、いけ、頑張れ。おっしゃ、おい、勢いよくいった。勢いよかったけど、もし外れてしまったらどうぞ。すごい力強いキックでしたね。よかったよ。ありがとうございます。サトシ君、やってみてどうでしたか。ちょっと難しかった。
おでもうまかったよ、蹴る姿かっこよかったです。高橋くんありがとうございます。はい、ありがとう。そうです、サトシ君参加賞は皆さんありますからね。はい、みんな楽しみにしてるみたいです。参加賞交代や。さあさあ最後サトシ君こちらに戻っていただきまして、じゃあルカ君笛吹くまで待ってな。はい、続いてルカ君です。最後ね、ルカ君にお二人からアドバイスもらえますか。あ、そうしますか。はい、じゃあサトシ君どうかな。なんか特にないんですけどな。頑張れ。なんか蹴る力とか、なんかボールのコントロールとか大切だと思います。お、うん、素晴らしいアドバイスいただきました。じゃあルカ君力とかね、その辺がね、はい、蹴る力、コントロール大事に頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ってね。それではルカ君1球目です。よーい、さあ狙っていった。素晴らしい、ナイス。何本だ。倒れたピンの数は3本です。いいね、ルカ君1本目。いいキックやったね。さすがサッカー経験者。インサイドを使った、はい、1球目3本のピンを倒しました。はい、さあ続いて最後となります2球目です。よーい、いけ、スペア狙う、勢いよくいった。素晴らしい。うわ、惜しい。すごい勢いだ。今倒れたピンの数は5本。ということでルカ君の合計ポイントは、8ポイント。そして皆さんの合計ポイントとしては18ポイントとなりました。ありがとうございます。素晴らしい。じゃあみんなこっちに出てきてもらいましょう ね。はい、じゃあちょっとお話聞いてみましょうかね。はい、じゃあサトシ君か、ルカちゃんからやったから、ルカちゃんから聞くか。ルカちゃん、じゃあ、まあいいか、サトシ君、サトシ君やってみてどうやった。はい、難しかったです、うん、でも上手やったよ。はい、後で参加賞パッと渡すから、それでアイスクリームとか食べてね。はい、ありがとう。はい、じゃあルカちゃんやってみてどうでした。面白かったです。面白かった。またなんかサッカーねしてみてもいいかもしれへんね。はい、はい、ありがとうね。後で渡すね、参加賞ね。はい、ルカ君どうでした。楽しかったです。うまかった、うまかった、すごいうまかった。サッカーやってるの。はい。ポジションはフォワードです。頑張れ、未来の JJJ から。そうです ね、 ね、本当に J リーガー出てほしいから、出てほしい。頑張ってくださいね、皆さん。ありがとうございました。皆さん、チームワークも素晴らしかったです。ありがとうございます。皆さん、大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。せっかくなので3人は最後までプレイにいただきながら、番組最後までお伝えできればなと思います。はい、まずはですね、この後のグルージャの日程確認していきます。グルージャはですね、あさって午後1時から八戸との南部ダービーがあります。この試合本当に勝たなきゃいけない一戦ですね。そうですね、まあ、まだまだ試合いっぱいありますけども、やっぱりもう勝っていくっていうのが大事だと思いますんで、頑張っていただきたいなと思います。去年は1勝1敗でした。ここで勝ってなんとかいかないと、もう降格も見えてますからね。そうですね、はい、なんとか試合をもうひっくり返してですね、活躍してもらいたいなと思います。はい、さあさあ、もうあっという間にもう20分間が経とうとしますけど、木村さんどうでした。なかなかこうやって、公開生放送でやらせていただくことがないじゃないですか。だからね、皆さんこうやって、お子さんたちもなんかサッカーに触れていただく機会もあったり、なんかこういう中継テレビってどんなんなんだろうとかを見てもらえてよかったなと思いますんで、またゴールデンウィーク終わったら、夏休みじゃねえわ、学校始まりますけども、そうですね、楽しくやっていただけたらなと思います。まだ時間あるっていうことなので、せっかくなんで、ちょっとね、リフティングとかってどう？見せてほしいな。やれる？そうか、せっかくなんで。サトシ君はできない。じゃあ、やってみて。頑張れ。おお。でもちゃんと、すごい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 ね。かっこいい。いや、いいよ。じゃあ。俺かな、やるの。人生で初リフティングになりますけど、はい、できるかな。おお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 、素晴らしい。こんなんで番組終わったらあかんよ。聞いてみますか、サトシ君に。どうやった。特に皆さん、ありがとうございます。